ヒーローインタビューです。今日のヒーローは三男の猛打賞板山龍太郎選手、決勝タイムリーツーベースヒット小湊景子選手です。まずは板山選手にお話を伺います。ドラゴンズに来てスタメンは4試合目、バンテリンドーム名古屋では今日が初めてのスタメンでした。次やられた時の心境をまず教えてください。急に吐き気がしました。やはり緊張はありましたか。そうですね、まあ練習終わるまでは緊張してたんですけど、もうなるようにしかならないと思って動いてやろうと思ってました。今日の3安打を順番に振り返っていただきたいんですが、まず第1打席は1塁へヘッドスライディング内野安打でしたね。あの打席はいかがでしょうか。僕のプレースタイル的に、泥臭く、1本のヒット1本の守備すべてに全力で取り組むというのが自分のプレースタイルなので、それが、いい場面で出たと思います。そして日本ではライトへのツーベースでした。ドラゴンズが逆転のきっかけになる一打だったと思いますが、とにかく塁に出ようという中で追い込まれながら、食らいついた結果が、ツーベースになったので、本当に良かったと思います。続いて3打席目も追加点につながれるヒットでした。3本目のヒットはいかがですか。ツーアウトから、2カ所がフォアボールで出てくれたので、とにかく後ろにつないで、もう1点、なんとか取れれば、後ろのピッチが強いので、勝ちに近づくと思ったので、いいつなぎができたと思います。板山さんは今日3安打猛打賞でしたが、ドラゴンズに来て初めての3安打猛打賞です。そして板山さんはドラゴンズに来て、ここバンテリンドーム名古屋のお立ち台も初めてですよね。はい、そうです。今ご覧になる景色はいかがでしょうか。本当にドラゴンズファンの皆様の声援というのが、去年までいたタイガースに全然負けてないと思うし、本当にありがとうございます。決勝タイムリーヒットの場面は仲間がつないでくれたチャンスでの打席でした。どんな気持ちでバッターボックスに入りましたか。まず最初に神様に感謝したいと思います。素晴らしいチャンスをいただいてありがとうございます。打たなきゃいけないシチュエーション、みんなでいい流れがあったので、絶対打ってやって気持ちで助けたきました。ありがとうございます。野球がレフトに飛んでいきました。打った瞬間の手応えを教えてください。そうですね、チャンス、ランナー2塁で打てると思って待ってたんですけど、いいところに飛んでもらって、ランナーも帰ってくれて、よかったと思います。いろんな打順を経験することが多いパリセさんですが、今日は今シーズン2度目の1番でした。1番バッターというのは、パリセさんにとってはどんな打順でしょうか。
どんな打順であっても練習からしっかり準備をしてチャンスをもらった時にしっかり練習で力を出せるように試合で力を出せるように準備してきました。さあそして打順だけではなくて仮設さんはサード、ファースト、外野いろんなポジションを守れることも魅力かと思いますがこの辺りはいかがですか。自分の持ち味であるどこでも守れるどこでも打てるそのところをコーチがいつも指導してくださって練習からしっかりやってます。今日はその成果が出たと思います。バンテリンドーム名古屋でのセパ交流戦は今日で終わりますが明後日からは北海道千葉でゲームが続きます。それでは残り交流戦に向けての意気込みをそれぞれ伺います。カリスさんからお願いします。まず6試合ですね、全力で勝ちにいきたいと思います。そしてバッテリーコンビファンの皆さん超満員になってくれて応援していただきます。本当にありがとうございます。続いて以前の選手にお話を伺います。交流戦残り6試合です。意気込みをお願いします。火曜日から、1週間遠征になりますが、一つでも多く勝ってまたバッテリードームに帰ってきますので皆さんもぜひ北海道一番に足を運んでください。今日はありがとうございました。Thank you.